早川祐介先生は唇の施術が得意で、別名唇メーカーと言われてる。小顔のスペシャリスト、カズ先生です。始まりましたね。いや、京都ですよね、今日。早川祐介先生で、福岡から来てくれたんですけども。はい、こんにちは。広島大学の後輩になるんですけど、どのぐらいですかね、出会ってから長いですよね。僕は入試の当日に広島の本通りのスタバ前で抱きつきました、ね、それ本当の話ですね、うん、あ、そうか、だからまだ19歳ですよね。あ、19歳です。そうだわ、だからまだ受かってないの。あ、そうかそうか、だから入試の前なのに受かってないですね。受かってない、合否まだ出てない。分かった分かった、スタバの角で僕抱きつきました。ゆう統括委員長の今回の白翼の後輩です。高校も一緒ですよね。そうです、高校後輩です。何歳です？36なんで。17年前が17年で、相当長いですね。長いですね。早川祐介先生は唇の施術が得意で、別名唇メーカーと言われてるんですよ。みんな言ってくれるんだ。先生の唇いいっすね。いや、自分の。あ、俺のも含めて。人にやるんじゃない。あとはあれですね、インスタが面白いんですよ。あ、面白い、すごい、ね、面白いですよね。めっちゃチェックしてます。じわっときますよね、うんうん、狙ってますね。狙ってるんですか。はい、狙ってます。どういう感じで狙ってらっしゃるんですか。ふとした瞬間から、うん、面白い瞬間をなんかすごいシュールなんですシュールシュールあ、でもね、面白くしようとはしてないんですね。してないですあ、してなくて、あ、自然のやつすごい。これ皆さん一度見てもらいたいですよね、うん、そのやつね。そうですね、ストーリーでやってます。インスタはなんか、なんだっけ、それはなんていうのだっけ、じわ、後から来るやつ。じわる、じわる、じわるインスタなんですよ。そうか、なんか、その時面白いんだけど、後でなんかまた見たくなっちゃう。なんか見たくなるやつだから。ゆうすけ先生のインスタがね、特にゴリラシリーズっていうのがありまして、うち子供が3人いるんですけど、はいはい、2人目の子が男の子で、うん、今2歳なんですよね。で、もうちょっと前ぐらいの時に、これ誰って言うと、大体パパって言ってくれるんで、はいはい、ゴリラ系のものを見つけては、はい、これ誰、はい、パパっていう動画をひたすら撮ってる。あ、なるほどね、シリーズ化されてるんですね。あ、もうそれがもう、あ、なるほどですね。これになりますかね。うん、これじわりとくる後からファン多いんですよ。皆さん見てもらいたいですね。フォローしてください。先生、エルムに入ったきっかけって何なんですか？もともと僕、大学卒業、泌尿器科で7年やってまして、うん、で、その後、まあ、親戚の病院に行こうかなと思ってたんですけど、うん、その頃ぐらいに、統括委員長のシローズに誘われまして、面白そうだなと思ってですね。うんうん、で、ちょっと来てみようかなということで、うん、来たら楽しかったと。公開員ってすごいなんか男性の常勤先生3人いらっしゃるじゃないですか。すごいですね。普段どんな雰囲気なんですか。基本もう2人がシフトで入ってる状態なんで、施術等で困ったこととか気になることとかあればすぐ相談できる環境でもありますし、うん、男性ということで女性をまあ客観的に見ることもできるので上手に言える。伺った時ジムみたいな感じで皆さん鍛えられてますよね。そうですね、もう全員体を鍛えるのはもう基本としてますので。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。先ほどお話したインスタこちらになりますので、ぜひフォローお願いします。また見てね。だからまた見てウホーみたいな感じでいいんじゃないですか。それ自分のあれでドラミングで自分のドラミングでやってください。したことないですよ、ドラミング。人のドラミングじゃなくて自分のドラミング。